イリジウムは原子番号77の元素で元素記号は IR である。繊維元素かつ白金属元素に分類される元素の一つで単体では白金に似た金属光沢を有する。イリジウムという名はその塩類が虹のように様々な色調を示すことからギリシャ神話の虹の女神イリスにちなんで名付けられた。イリジウムは白金の精錬時に得られる。 副産物として採取されている。このためプラチナの生産量にイリジウムの生産量も依存する。ただ、地球の近く中での濃度は 0.001ppm に過ぎず、イリジウムの1年間の採掘量は4トン程度と少ない。このため、レアメタルとして扱われている。なお近く中でも偏在が見られ、イリジウムの産出量の95%を、 南アフリカ共和国が占めており、南アフリカ共和国の物資フェルトの埋蔵量は現在知られている中で最大である。この他にはロシアのノリリスクやカナダのサドバリーでも採掘されており、わずかながらアメリカ合衆国でも発見されている。このように地球の地殻中では希少だが、地球内部のマントルには地殻よりもはるかに高濃度でイリジウムが含まれている。 また隕石にも、より高濃度で、イリジウムが含まれており、その濃度は 0.5ppm 以上であるとされている。恐竜絶滅に関する議論で、白亜紀と古代三季の境界の地層中に、大量のイリジウムを含んだ地層である K、ピコグラム境界層が、しばしば登場してきた。イリジウムは、地表では、非常に少ない金属であるため、これは隕石、または、 地球の深部由来のものと判断され、これを、ユカタン半島への隕石の衝突を示す証拠であると言及されたり、デカン高原を形成した破局的な噴火が発生した証拠であると言及されたりしてきた。常温常圧で安定なイリジウムの結晶構造は、免震立方構造である。常温常圧に置かれたイリジウムは、天塩性に乏しく、非常に硬いため、加工も難しい。 蒸圧におけるイリジウムの融点は摂氏2466度、沸点は摂氏4428度である。このように融点も高いため、そのままでは加工や成形を行うことが困難であり、一般的には粉末にしたイリジウム合金を焼結して使用する場合が多い。イリジウム単体の密度は 22.562g マイリッポセンチメートルであり、比重は 全元素中で2番目に大きい。かつては、イリジウム2 2 6 5ートルオスミウム2 2 6 1ートルとされ、イリジウムが全元素中最大の比重とされてきたものの、計算時の原子数が間違っていたため修正された。イリジウムの単体は、一般的な酸やアルカリとは反応せず、常温では多水ともほとんど反応しない。 せいぜい、粉末にすればわずかに温水に溶ける程度である。常温では酸素とも反応しがたく、貴金属として扱われる。このように反応性が低いため、IR-10AL 合金化することで優れた、体酸化性能を与えられる。しかしながら、高温で、フッ素、塩素、酸素と反応する。また、高温酸化雰囲気中では揮発性酸化物を生成する。なお、 イリジウムはマイナス1、0、プラス2、プラス3、プラス4、プラス6かの原子化を取り得る。参考までに酸素と化合したイリジウムで安定なのはプラス4かの2、酸回イリジウムである。イリジウムを含有した鉱石鉱物には次のようなものが見られる。2020年現在、白金との比較でおおむね2倍から2.5倍ほどと非常に高価である。また、 加工も難しいため、用途は限られてきた。イリジウム単体やイリジウムの合金は、その高度や融点の高さから耐熱性や耐摩耗性が求められる用途で使用される場合が多い。白金の効果のために、白金との合金の材料として、イリジウムが使用される場合が多く、指輪やネックレスなどの多くの宝飾品に用いられている。また、近年では、 イリジウム単体を結婚指輪などの材料として用いる場合もある。イリジウムの安定同位体は 191IR と 193IR の2各種のみで天然に存在するイリジウムの同位体はこの2種である。1804年にオスミウムと共にスミソンテナントがイリジウムも発見した。地球の近く中ではオスミウムとロジウムに次ぎ、 イリジウムは3番目に低濃度の元素である。密度が最大の元素はオスミウムで、その密度は2 2 5 8 7 g トルである。ありがとうございます。